こんにちは、しおりみチャンネルのしほとりーみーです。はい、というわけで今回はね、今回休校中ということでね、私たちすごい暇なわけですね。はいはい。そして先生がね、はいはい、ポストに課題を入れてってくれました。すごいことだよね。すごいことだよね。全校生徒分だから、何人の全校生徒？600、700人ぐらいいます。そうだよね。が2日間にかけて先生が1人3分、なんと1人ずつ家のポストに入れてってくれるっていう連絡が来て、えっ、ー、と思って。そうですね、昨日本当にね、ポストに入ってました。来ましたよ、見てください。こちら結構分厚いです。そうですね。リミちゃんはね、ちょっとなんか問題集テスト、なんか問題集的なものもあって、結構分厚いですね。そうですね。すごい。一番ママが驚いたのはこの表紙です。表紙のこのなんか時間割みたいな感じに書かれてるやつ、ちょっとショーちゃん映るかな。見てくださいよ、私もこれ驚きます。リミちゃんのも同じなんだけど、映る？こんな感じで、あ、全然、あ、映ったこんな感じで、もう朝8時10分から8時35分まで映ってる。朝のね、体温を測ったり、そう、ストレッチ、朝の体操とか書いてあるんですよ。ラジオ体操してくださいって書いてありましたね。はい。で、8時35分から9時20分までがね、国語の時間。そう。で、国語なら何でもしてよいと。そうですね。で、一応サイト、こういう勉強サイトもあるよってことで、サイト名とかもちゃんと書いてくれてて、はい、で、2時間目。算数にまつわるものなら何でもやっておいて。で、ここ取りました。1から4年生と書いてありますよ。教科書を使って復習。見てください、1から4年生ですよ。すごいね。1年生のしていいってことですか？よっしゃ、神だろうって思いましたよ、これ。1ですよ、1。そこあんま触れないの。とりあえず過去の復習ってことよね。はい、次に3時間目は、理科ということで、理科にまつわるものなら何でもやっとよいと。はい。で、社会。社会を、こんな感じで、4時間目ですね。すごい。で、ここにね、お昼。バランスよく食べましょう。なんでここ書いてあるんですよ。すごいね。あと掃除があるんですよ。そうそう、自分の部屋だもんね。昼休みがないと。そうで、掃除はなんと自分の部屋を片付けましょう、掃除をしましょう。素晴らしいよね。素晴らしいね。で、5時間目が、体育、音楽、図工、どれでもやってよし。はい、いいね。図工ならプラバンやっていいってことでしょ。そうだね、まあ、それも一応入るんじゃない、工作だから。で、その他が、お手伝いタイム、お手伝いタイムまで書いていただいて、ほんと、ね、もうママとしては素晴らしいというか、ここまでちゃんとやってくれるんだなっていう。やっぱ家にいるとどうしてもね、まあ、1時間勉強したからいいやみたいな流れなわけですよ、皆さん。分かりますか？分かりますよね。もちろんね、こんなあの学校から来なくても、うん、もう独自でやってるよって方もいっぱいいると思うんですよ。こうやって時間割みたいなの決めて、何時から何時まで何の勉強とか、何時から何時から国語算数とかね。でもうちはそういうのはできてなくて、もうなあなあな感じだったわけですよ。いつも1時間30分勉強やったらお芝居だったの。1時間半とか午前中にまあ好きなことをやって終わりって、午後は自由みたいな。まあうちは YouTube もやってるので撮影とか入っちゃうから、まあそれでも OK かなと思ってたんですけど、まさか学校からこんなレベルのやばいですよね、これ。来るとは思わず、もう一日中学校通りに過ごしてくださいということらしいです。こんな感じで。でもさ、できない。しほちゃんはさ、理科とさ社会があるけど、りみちゃんはないじゃん。ないですね。りみちゃんはこんな感じで、ちょっとしほちゃんいい持ってくれる、映ってる。1時間目が、1時間目算数だね。あ、1、2時間目が算数、3、4時間目が国語だ。もうりみちゃんは算数と国語しかやらないんだね。あ、1、2、あー、うーん、おー、すごいね、ちゃんと九の1段から9段まで何分か言えるかチャレンジとか書いてある。すごいね、チャレンジだね、すごいね。私書く嫌いなんだ。ん？今はできるんだけど、2年生の時本当に書く大嫌いで。そっか。で、 5時間目はその他だね。自分で毎日の課題を見つけて取り組もう。お手伝いタイム、家の前で縄跳び、読書タイム、生き物について調べてノートにまとめる。あ、でも2時30分から最後にまた国語をやらなきゃいけないんだね。最後にまた国語、最後にまた国語。え、ここで国語に戻るの難しいな。
ちょっとここで国語に戻るのかなりレベルが高いよね。最後に国語だね。テーマ日記。あ、そうそう、日記、日記がねあるんだよ、リミちゃんのなんかこの中に日記を書こうっていう感じで。あ、このねプリントに日記が、そうそうそう、日記もねあったね、はい、かわいそうに。でも本当ね、先生たちには本当ね感謝の気持ちしかないですよね。そうですね、ありがとうございます。わざわざこんな家にさ一人一人届けてくれるってないよあんまり。普通はね、なんか学校に親が取りに来てくださいとかさ、そういう感じが多いと思うんですけど、はい、本当にね、あの家まで届けてポストに入ってるっていう素晴らしい採用でございます。素晴らしい対応でございます。本当ね、しかも課題も。え、でも子供からしたらさ、うん、終わっただよ。そうね、今までの自由な生活から一転。なんだよ、自由だったもう学校みたいな生活が始まるわけですね、月曜日から。まあ土日はない、まあなすとしてもいいけど、はい。みなさん、私さ、うん、アニメ見たかったわけ、ほんと。俺、1日だよ、1日ね、まあどれだけの人がこの通りに過ごすかはわからないですけどね。え、私、毎日これじゃないの？毎日すご、もちろんそれでいいですよ。これだよね、うん。でも脱落する人も中にはいそうだよね。脱落したい。でもあの本当にね、なんか家で勉強することはこれから本当必須になりそうなので。そうですね、うん、あの学校の授業でも教えてくれないかもしれないから。そうですね、うん、このまま家で勉強したことをちゃんと生かしていかなきゃいけなくなりそうですね。はい、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。勉強、本当は普段はね学校に行ってる時間なので、はい、友達とかね家にいないけど遊べなくて寂しいけど、とりあえずね勉強はちょっとはやらないとね、将来本当やばい、ね、まだリミちゃんとか基礎だからね、ククとかさ、これから割り算とかだから、うん、これからもさ一応最低限はさ勉強しとかないとさやばいわけ。割り算してないよね。だから割り算はね、めんどくさいよ。何個分の何とか。ん？あ、分数。分数ね。分数ね。嫌い。嫌い。でも分数とかはもう本当何分のこれは何分、おお。おお。三分の一。そうそうそう、三個に分けたうちの一つ分とか。あのもしここに4人お友達が来てて一つのお菓子を分けるのに、あ、じゃあ4分の1ずつねとか、そういうぐらいは分かれば別にそんなそこまでなんだろう、掛け算とか割り算とかもう、まあでもそんなこと言っちゃいけないね、勉強する人たちに向かってね、うん、でも最低限はね分かるようにしよう。そうやってお菓子分けるときに4分の1ずつだねとか言える感じ。分かる。まあでも、まあ、今の時点ではね、どこまで休みになるかとかまだ全然わからないから。そうだね、ね、とりあえず今与えられた課題をこなしましょう。はい、はいね、え、でも復習だから、うん、そうね、とりあえずまだ復習してくださいっていう段階で予習ではない。そうですよね、そうですね、まあ噂によるともしこのままあの学校が長期化せずに始まるにしても、うん、あ、始まったとして夏休みがない噂も立ってますよね。あ、ないって友達言ってましたね。なんか夏休みがなくなり、夏休み学校で勉強になるかもしれません。はい、でもあのエアコンがついたのでね、暑さ対策は大丈夫です。夏でも、はい、冷えピタ張っていきますが。いやでも大丈夫、クーラー入ってるからクーラーの部屋で冷えピタ張ったら凍えちゃうよ、寒ってなっちゃうじゃん。熱でもあんのって言われちゃうよ、そしたら。いや暑いからさダメだよ、その暑い時の教室を想像しちゃダメだよ、クーラーが入ってるんだから。そっか、うん、そう、家にいる、あの、あ、涼しいっていう、そのあれが学校も多分やってくれると思うんですよ。温度調整どうだろうね。あ、温度調整まで分かんないけどね。先生の好みだよね、温度調整。確かに担任の先生によるのよ、そこはやっぱり。だよね、うん、そこはね。でさ、すごい暑い人が好きだったらすごい体温上げるしさ。うん、あ、体温、まあ、体感によるよね、うん、先生がちょっと寒いかもって思ったら上げるだろうし。だよね、やっぱあの男の先生の方が体温、あの室温低くなるかもね。なんか女性の先生の方がちょっとさ、あの寒がりな人多そうじゃない？あー多いかも。わかんない、でもどうなんだろうね、一応には言えない。私暑がりなんだけど。あー、リミ寒がりだしね。超寒がり。ね、
いろいろあるよね、だからね。はい、ということで、はい、ね、とりあえずこういう感じの課題が届いたので、月曜日からちょっとね、はい、やってみたいと思います。はい、はい、で本当にしほちゃんたちはこうやって過ごしてるのか、まあ取れたらね、ルーティーンみたいな感じで1日密着してみたいと思います。やだね、はい、みんな本当にやってるの、はい、って思うかもしれないので、やってますよ、多分ルーティーンじゃなくてもやってますから。ねえねえ、これってさ、休み時間ないの？あるじゃん、ほら一応休み時間あるよ、間がね、そう見て、ここすごいあるの。ちゃんとね、2時間目から3時間目の間はそれでも20分の休憩があります。フリアイタイム20分、あ、じゃあ20分でゲームすればいいんだよ。もう20分にアニメ10分なの、2回しかできない、2回できる、十分でしょ、2回もできる。私もね、20分でアニメ1本見れるよ、普通ね、23分なの。あ、そうなんだ。そう、アニメって、だからちょっと飛ばせば、そうだね、1本いける、はい、外で遊べない分ね、あの休憩の時間アニメなんで、アニメとかゲームとかやっても別によしとしましょう。やったー。はーい、はい、ということで今回はね、先生方がフリートーで届けてくれたということで、今度はルーティーをするみたいです。はい皆さんね、今後のルーティーぜひ見てください。楽しみにしてください。はい、楽しみかどうかわかんないけど、ひたすら勉強してるだけのルーティーンかもしれないしそうですね、はい、ということで、それではバイバーイ。